どうなる？荒れてはないな。テントの中から怪物のうなり声が聞こえた。生きてるのか社長。課長君やっと帰ってきたわね。まずは状況報告よ。突然怪物がゲートから湧いてきたの。留守番組と協力して応戦してるけど、なかなか手強いやつらでね。ちょっと待って、留守番組って基地テントと倉庫テントを占領されちゃったわ。でもこちらには再生の過去がある。いくらやられても負けることは。ち、ユーゴーロが。向こうもバカじゃなかったか。これで再生の過去が切れる。追い詰められたわね。うっそこうなったら課長君頼むよ。お願い、キャンプにいる怪物を片っ端からぶっ倒してちょうだい。撃退できた特別手当を出すわ。これならやる気も出るでしょう。さあ、私たちのキャンプを守るのよ。生きて地上へ戻るために。いいわね、これは社長命令よ。じゃあ私は留守番組の指揮に戻る。襲撃してきた怪物の種別は超力で普通の武器が効きにくいわ。よかったらこれを使ってちょうだい。護身用に持っていたものよ。隊長の刃。また後で会いましょう。でも強化されてないんでしょそれ再生の過去が一時的に消失しました。戦闘で全滅するとゲームオーバーとなります。言うてオートセーブされてるんでしょ。余裕余裕。おお、いいね。テントの中にいた虫男はこちらに気づくと武器を構えた。人間殺す。硬そうだな。おのよみへい。上等。隊長の刃なんていらねえんだよ。ライトベースで行くぜ。いきなりゴー。ふん、特別硬くもない。ていうか隊長の隊長の刃プラス装備持ってたわ。プラス7持ってましたよ。それはまあいらないわな。要は何で数ねえこんな腕力あるんだ。倉庫テントの確保に成功した。言うて倉庫ってそんないらない。融合炉か。まずは融合炉の周りに怪物の姿はない。あ、そう融合炉の物陰で何かの動く気配がした。管理官。なんだあんたか。おい、情けないとか言うなよ。なぜだか知らんが突然融合炉の出力が低下したんだ。再生の加護が切れちまった以上臆病になるのも仕方ないだろう。けどこいつ、加護は切れても基本機能は生きてるようだね。物資の補給程度なら問題なさそうだ。必要なら使ったらいい。いらぬ。なんだ同じやつか。人間殺すもっと上位種出してくれないとさ。苦戦させてくれよ。基地テントの確保に成功した。あ、うん。テントの外から少女の叫び声が聞こえた。車椅子の叫び声の聞こえた方向に視線を向けると、まずいですよ。車椅子の少女が怪物に囲まれていた。少女の細い首には槍が突きつけられている。再生できない。動けば
こいつ殺す。こいつ助けたいならお前死ね。シンプルやな。つまり少女は人質ということらしい。少女を救おうとすれば自分が殺される。自分が助かろうとすれば少女が殺される。判断を下さなければならない。のー、ちょっと待って、時間ください。少女に呼びかけてみる。声に気づいた少女は苦しげな声を上げた。今キャンプのレイジは眠っています。あなたは死んだらおしまい。でも私は死んでも蘇る。あなたの選ぶべき選択は明らかです。そうでしょう。これなんかありそうだな、善悪ルートみたいな。これで自分犠牲にして本当にゲームオーバーになったらどうしよう。まず自分犠牲にするでしょ。武器を下ろして相手に従うポーズを見せた。それを見た魔物は槍の矛先をこちらへ向けると、あ、うん、生きてる生きてる。耐え難い激痛が全身を貫いた。今だ、再生を。出血で頭がクラクラする。立っているのがやっとだ。怪物は勝利を確信したのだろう。とどめを刺すために近づいてきた。うっそ、戦闘。わい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 、帯電でいくか。難易度が上がるだけか、あの選択は。初めて追い込められたのが強制イベントとはな。防御した方が良かったかな。パン、パン。4人いれば大丈夫。お、え、何、なんで復活した？あ、してないわ。隊列変わっただけだった。復活したかと思った。ぬか喜びさせやがって。くぅ、狙ってやがる。516。え、生きてんの？強いな。復活アイテムみたいななんかあったような気がするんだよな。体復帰の弾。体から離脱したものを復帰させる。違うっぽいな。離脱？一回使ってみるか。わお。あー、やっぱダメだ。やろう。なんかないか。錠爆弾。錠爆弾で行くぜ。幻影が効かない。98、弱。一旦隠れたいな。受け流せない。ヒーラー死んだらやばいかも。うん、受け流せない。ここは攻撃で倒せるか。受け流せなかった。
うわあ、初ゲームオーバーだよ。まず回復しないと話になんないよな。スピードが上がるスイッチとかってあったっけか。神殿スイッチがスピード上がるんだっけか。防御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 、言うてヒーラーは防御できないからな。あ、やっぱ神殿スイッチがスピード上がるんだ。うっ、結構食らう。スピードの技術なんか増えてない気のせいか。入れ替わったのか隊列が。びっくりした、増えたかと思った。最悪ノブヤンとヒーラーがいてくれれば。うっ、スイッチ使うの忘れたわ。勝ったな、パターン入った。後ろの方で。でも次のターンで隊列変わるんだよな。超電スイッチでいくぜ。一旦隠れたいんだよ。はい、パターン入った。あ、うん、よっしゃ。もう見つかってる。回復が追いつかないかもしれない。めっちゃ回復すんな。食らった分より回復した。右を狙えってことだな。もういいや、隠れなくても。ピヨピヨピヨ。よし、勝った。勝ち確や。神殿でいいか。絶対当たる。オン。7100。キャンプが元の静けさを取り戻す。どうやら怪物たちは全滅したようだ。すでにアルゲンと化した連中の死体があった場所に何かが落ちている。お、これが像。古びた超人の像を手に入れた。車椅子に戻った少女がこちらへやってきた。どうして、どうして私を犠牲にしなかったの。死んでもすぐに蘇るのに。守ってやりたい。単なる気まぐれ。かっけー。後味が悪い。現実的やな。守ってやりたい。そんなつまらない理由なのですか。見たことないです、あなたみたいな愚かな人。ツンデレ。少女は逃げるように去っていった。こうして自分たちのキャンプは守られた。守られたっていうか守ったんだけど。その後、勝利を祝うためにちょっとしたパーティーが開かれた。
ヤザケンファンの管理官が流した歌謡曲なめんなよをバックに、振る舞われた酒や保存食を口にして部下たちと憩いのひとときを過ごす。課長君に現場監督を任せてよかったわ。社長は自分の指揮を高評価してくれた。簡素だが能力主義の社長にとっては最大級の賛辞なのかもしれない。そんなパーティーの喧騒を少女はテントの隅でじっと聞いていた。あ、笑ってる。好奇心で話しかける部下もいたが、少女はいつもと変わらず無反応だった。でも気のせいだろうか、少女の表情がかすかに緩んでいるように見えた。汚い遊撃隊みたいだなこれ。そして翌日、昨日は助かったよ課長さん。あんたのおかげで犠牲者が出ずに済んだ。責任者として礼を言っておく。こいつはその誠意の形ってやつだ。遠慮せず受け取ってくれ。音楽再生機を手に入れた。え、もしかして BGM 変えられる？テープにはもちろんヤザケンのなめんなよが入ってるぞ。え、あれ流しながら戦うの？どうだい、嬉しいだろ？嬉しいだろ？うん、結構助かるわ、 BGM 変えられるのは。あんまりアップテンポの曲じゃなかったからな。いいってことよ。炭鉱士はみんなヤザケンが好きだってロック荒堀も言ってたしな。で、今回の襲撃なんだが、やっぱりラジオの男のせいなのかね。まさか怪物まで操っちまうとはとんでもねえな。おい、そんな力があるんなら私たちを殺すなんて簡単だろうに。周りくどいことばかりしやがる。何を企んでるんだよ、まったく。とはいえ、強靭な頭の中をあれこれ考えていても仕方ない。私たちは今まで通り、脱出に必要な異物を集めよう。融合炉の奇跡を信じる以外、他に手はないからな。BGM。課長くん、出発前にグッドニュースよ。融合炉が復活したわ。これで再生の加護が戻ったはずよ。これで安心して死ねるわね。ふふ？ふひ？そうそう、怪物をぶっ倒したら特別手当をあげるって言ったわよね。口約束でも契約は契約よ。ちゃんと守るわ。大扉の花を手に入れた。大扉？それは裏ルートで手に入れた融合炉で生産できない貴重な花よ。その花を迷宮内に建設した後、融合炉の奇跡の力を使うことで、なんとキャンプから花のある場所へ転移できるの。逆に花のある場所からキャンプへ帰ってくることもできるわ。有効活用すれば黄泉の探索がぐんと楽になるはずよ。え、一回だけなんかな、しよう。なぜ今まで隠してた？そりゃもちろん訳ありの品だからよ。こんな希少品を持っているのが後者にバレたら採掘権を取り消されるわ。たとえ命がかかった状況でも簡単にリスクは犯せないでしょう。そういえば課長くん、新しい異物を見つけたのよね。早くあの子に渡してきたらどう？行ってらっしゃい。社長は住居テントへ戻っていった。大扉の花。大扉の花を迷宮内で使うと拠点へつながる化石が建設できます。以後はその化石を使って拠点から直接その場所へ移動できるようになります。一つの花で作れる化石は一つだけですが、化石を破壊すれば花を回収できます。そこで破壊が活用できるっていうことか。化石の破壊は融合炉の黄泉の花破壊で行います。なるほど。じゃあ進みたいダンジョンのところで設置してって、そこクリアしたら破壊すればいいみたいな。ほんと最初の方でくれよってそれを。精神鑑定書。
かつて世間を騒がせた人肉食事件の裁判の際に行われた被告の精神鑑定の結果書類、書面に脳の潜在的異常と記されている。潜在的、生まれてから聖職者が精神病とは皮肉やな。それは異物、罪人の魂、霊樹に捧げろというのですね。私の血で濡らして。お願いします。1、2、3、1、2、3、4、5、3分の1ぐらいは来ましたかね。ユーボールに新たな生贄の力が宿り、森の鍵花が作成できるようになった。森？新しいダンジョンってことか。装備品の強化がプラス9まで可能になった。融合炉の解析機能により脳みそ食いの強制感の情報が開示された。私は感じました。異物に秘められた記憶、退職に囚われた罪人の魂を。これでまた新たな奇跡が誕生しました。でも脱出の奇跡を起こすにはまだ霊獣の力が足りません。もっと異物を集めなくては。もしかして7つの滞在的な感じなのか。ほんで BGM とは。どこだ。音楽再生機、ヨミーのウォーカーマン。矢沢健二で混ざってる。ヒットソング、なめんなよって。録音したカセットテープが中に入っている。え、なめんなよしか入ってないのこれ。まさかその場で聞くためだけのみたいな。ヤザケンの新曲なめんなよは最高さ。大のヤザケンファンだったロックアラホルにも聞かせてやりたかったよ。え、何なんだろうこれ。